2018年3月31日12時11分公演するムハマド・ユヌス博士、25日午後、拡大、2018年3月31日世紀コミュニティグループノーベル平和賞受賞のムハマド・ユヌス博士が京都で講演、イメージできた社会、必ず作れる、世紀コミュニティグループ55周年記念事業で子どもたちを励ます、冷静、世紀コミュニティグループが3月26日19時に配信したプレスリリース、ノーベル平和賞受賞のユヌス博士を招き生徒らに講演会の中で、稲義博美、ポーランド国立スプシェミンスキー美術大学教授の発言に、ノーベル賞受賞者100人を生み出す、とあるのは、ノーベル賞受賞者の輩出日本一を目指す、の誤りでした。訂正してお詫びいたします。以下、訂正を加えた配信リリースの修正版です。画像、https://kyodonewstrivie.jp/img20180330253.6 の O1EMPVL2ET 報道関係者各位、3月26日配信分、関西圏を中心に学習塾など教育サービスを全国展開する世紀コミュニティグループ、本社、京都市中京区烏丸通り2条上がる牧江屋町265-2、代表兼最高経営責任者イコール CEO、佐々木喜一は2018年3月25日午後、国立京都国際会館アネックスホール、住所、京都市左京区岩倉大佐木町4、22において、講師に2006年度のノーベル平和賞受賞者であるムハマド・ユヌス博士、無担保小口融資イコールマイクロクレジットを手掛けるグラミン銀行創設者をお招きした講演会を開きました。本講演会は、特定非営利活動法人アース・アイデンティティ・プロジェクツがユヌス博士の翻訳新刊本、3つのゼロの世界、山田彩、わけ、早川書房、刊、英書タイトル、A World of Three Zeros の発売を記念して京都、東京、広島で5回にわたり出版記念講演会を開くのを機に、2017年度の、世紀コミュニティグループ創立55周年記念事業の一環として開催しました。講演会は2部構成で開きました。第1部は、ユヌス博士の地球、未来学、教室、と題した講演で、同社グループ本部のある京都市などから小学生、中学生、高校生とその保護者や大学生、また教育関係者や来賓、マスコミ関係者ら500人以上が参加しました。参加費は無料。第2部は京都市などの経済界首脳、幹部ら約50人を対象としたパネルディスカッション、21世紀を生き抜くためのソーシャルビジネスへの展開を実施しました。本プレスリリースでは、ユヌス博士の講演及びパネルディスカッションについて、概略を以下に説明いたします。ムハマド・ユヌス博士、DR、